こんばんは。メルローズガーデンと申します。よろしくお願いします。では最初にこの曲から、More Than Words という曲を聴いてください。
どうもありがとうございます。メルローズガーデン1曲目はモアザンワースというエクストリームというバンドの曲なんですけれども、まあこの曲はね、まあ、必ずやっていこうという契約のことで成り立っているこれがなかなか難しくて、しかも一人しかないといけないし、あのね、この曲はちょっとあのギターのチューニングを一音下げて設定になっているので、半音で3音、ちょっとね、このチューニングをやり直さないといけないというのは非常に面倒くさくて、あんまりやりたくないとは思うんですけども、必ずこれをやるという感じでやらせていただいています。このセピアはね、この今年の2月に、このユニットになって初めてライブをさせてもらいました。でそこから何回か、言ってももう数えること1回か2回くらいですけど、を経て、あの半年ぶりぐらい、半年以上ですかね、ぐらいな、セピアに帰ってまいりました。そういう2人組なんですけども、洋楽とかね、邦楽とかを、有名な曲を中心に織り交ぜてやっていこうと思っておりますので、しばらくよろしくお願いをいたします。さて、次の曲も洋楽ですよ。しばらくちょっと洋楽が続きますね。歌うの大変ですね。え、歌うの大変ですね。歌うのも大変なんですよ、僕日本人ですから。日本人ですからね、食べれないし。アメリカ人ならよかったんですけど、発音もね、聞いた感じで、なんかこんな感じかなって。それが一番いいと思うんですね。台湾弁はフラフラ喋るんだけど、英語となるとなかなかね。This is a pen ぐらいですけど、バカにしとるだろう。あの、この隣にいる前田さんはですね、英語がなんと喋れるんですね。なんと喋れる喋れてしまう。なんと喋れる、信じられない。同じ人間とは思えないんですけども僕はもう喋れないながら喋れるような素振りで歌っていきます。 MC が上手い人の方がもっと羨ましい気がするんですけど。MC も上手い。いや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 、そういうね、はい、まあ、何のこのトークは次の曲に何の関連もないんですけども、次はあのよく知ってる人は知ってるし、 CM でも最近なんかかかってるような気もする、そんな曲になっております。行きましょう。Without conviction
You come and go, you come and go. Love is just like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Time, 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 you come and go.感じなんですけど、あんまり知られてなくてちょっと残念な曲なんですけども、ね、でも平君はとってもやりたいようなので毎回これはもう好きなんですこの曲はねもう必ずやるという契約のもとで契約のもとでやってるユニットなのでぜひ覚えてほしいですね。曲名はモアザンワンという曲で今の曲がカーンは気まぐれという曲でした。さてさてそんな感じで次はこの曲の前田さんがですね、歌を歌いますよ。そうか、そうでした。歌も歌うんですね。ギターを弾いたり、ベースを弾いたり、忙しいですね。英語も喋ったり、日本語も喋ったり、歌も歌ったり、もう5つぐらいのことがもう今やってきたんですよね。いや、立ったり座ったりもできました、ね。なんだそれ。そういう今日はなんと土曜日ですね。そうです。土曜の夜ですよね。ぴったりの曲じゃん。次の曲はそんな曲をやってみたいと思います。やってみたいと思います、ね、はい。Night, S-A-T-U-R, D-A-Y. Night, S-A-T-U-R, D-A-Y.
がとうございました。何回も何回も土曜の夜、土曜の夜と連呼するということですね。なんかもうあのラセピアライブ、セピアライブは土曜日の夜だってこう皆さんに植え付けてるようなそんな曲に聞こえるんですけど、そうね、まあ日曜の昼のライブでもやりますけどね、この曲ね。まあそんな冗談をさておき、ちょっとここでみんなあの英語の曲が続いたので、ここは外国なのかという錯覚でちょっと混乱されてると思うので、日本の曲を歌うしばらくね、いいですか。もう有名な曲なんですけども、果物 の, あのタイトルがついてる曲ですね。分かりにくいですね。間違ったの。いろんな果物を予想しながら、あれかな、これかな、思いながら。ストロベリーとか。聞いてみてください。そのとか出てこない。パイナップルとか、そんな曲ないですね。そうね。はい。そうねって。ちょっと思いつきで喋るよ、結構。いきますよ。Thank you.
チェリーというスピッツの曲なんですけども、まあ、僕はあんまり爽やかな曲をいつも歌わないので、たまにはまあいいかなと。で、まあ、舞ちゃんのコーラスと、ね、ギターもいい具合に重なってですね、僕は不本意ながらこの曲が一番なんか完成度が高いかなと思って。不本意？不本意ですか？僕はもっとこうなんかドロドロしたこうなんか熱い曲が好きなんですけど、まあまあいいんです、そんなことはね。次はそういうちょっと濃いめのバラードをベースを弾いてもらって、はい、飾り物じゃないんですこのベース。そうですね、ちゃんと使うんです。某サザンオールスターズのバンドではベーシストとしてね名を馳せてるまえちゃんと、ありがとうありがとう、はい、まあ、ここでもね何回かやらせてもらったんですけども、いつも後ろでこうひょうひょうとベースを弾いてるんですけども、こうフロント気味にちょっと引っ張り出してね、うん、活躍してもらおうということで、うん、ちょっとやりにくいんですけどそういうユニットなんですね。僕のわがままに付き合ってもらってるようなバンドなんですけども、先ほどの話変わりますけど、はい、先ほどのね、重厚なこう、はい、ハードなロックとかね、かっこよくて、はい、さっきまでアコースティックでやってたんで、ちょっとベースも入れて少し、ね、重厚さ、まあ、出るかな。もう多分フルバンドで多分遜色ないと思いますよ。言うわ。ダンダダンドンドンみたいな、多分みんなの。誰かいると思ってください。頭の中では響くと思います。二人だけですけど。そんな斉藤和義さんのナンバーを次は歌いたいと思います。Say bye.
というわけで、なんやかんややってきましたけども、次が最後の曲になってしまいました。まあ、皆さんに受け入れられたかどうかは分かりませんけども、メルローズガーデンは、あ、どうもありがとうございます。メルローズガーデンはこんな感じで、なんかコンセプトのよく分からない感じで2人でやってます。まあ、もっと洋楽をやりたくて、あ、それは喋ってくださいよ。コンセプトがわからないのは MC のところだと思うんですけど、もともとはね、洋楽をね、僕がかっこつけてやりたいがゆえに始めたようなイベントなんですけども、そういうわけで最後はもう洋楽の代表曲をね、曲やって、次の、コレクションの皆さんにバトンを渡そうと思います。というわけで最後の曲を見てくれるかな。いいとも違うな。いいとも。
感情オンベース、オンコーラス、あとボーカルとかなんやかんや、前田久美子。どうもありがとうございました。